はい、どうも、哲学とです。今回はですね、象の器のリリースを記念して、またですね、ツイッチの配信をね、視聴することによって、まあ、コスメティックだったり、あとね、まあ、馬の方がゲットできるキャンペーンの方がスタートしますので、まあ、ちょっとね、設定方法も含めてね、少し詳しく解説していこうかなと思います。まあ、こちらね、ツイッチドロップスという、ツイッチのシステムを使ってね、もらえる、アイテムになってくるんですけども、まあ、10月の8日の8時に、まあ、リリースがスタートして、翌日の10月のね、2日の2時から、まあ、各配信者のね、配信を3時間以上見ることでね、まあ、一つ一つ、まあ、コスメティックの方がもらえるようなキャンペーンという感じになっててですね、このツイッチドロップスに関しては、無料でね、どなたでももらえるというような感じになるので、後でね、紹介する、連携方法に従ってね、やってみてほしいなと思います。で、さらにですね、ツイッチにもですね、まあ、YouTube のメンバーシップにあたるような有料のサービスの方が、用意されててですね、ツイッチの、サブスクギフトを、2個送ると、まあ、上記の、制服らされし者の、亡者っていう、馬と、あとね、サブスクギフト4個送った場合は上記の鎧の勝者の栄光というね、コスメティックもゲットできるというような感じになってますので、まあね、視聴していて、まあちょっと気に入った配信者の人がいたりとかした場合は、このね、サブスクギフトを、相手に送ることによって、まあね、さらなる、コスメティックの方もゲットできますので、やってみてほしいなと。で、まずね、無料で手に入るツイッチドロップスの方、どんなね、ものがもらえるのかっていうのを、お話ししていこうかなと思うんですけど、まずですね、このディアブロ4カテゴリー内のドロップスを有効、これ、ドロップスを有効っていうタグがついてるディアブロ4の配信じゃないと、このアイテムもらえないっていうとこは注意が必要です。まあ、ディアブロ4やってる人でも、まあ、どの人でもね、ツイッチで配信できるんで、まあ、例えば私とかもチャンネル持ってて、同時配信とかやって、てるんだけど、これがまあ有効になってないとそもそもね、もらえないので注意が必要だよという感じですね。で、対象となるストリームを3時間視聴したら、次の報酬に進む前に、条件を満たした報酬を受け取る必要がある点にご注意くださいということでね。まあ、3時間、視聴しただけでね、もらえるわけじゃないので、ちゃんとね、報酬の受け取りのボタンも、クリックしてみてほしいなと思います。で、第1週のツイッチドロップは、ソーサラーとネクロマンサーの、防具、武器コスメティックがもらえるというような感じですね。はい。で、こちらが10月の9日の2時から10月の16日の、1時59分までという感じで、第1週は、ソーサラーとネクロマンサーのコスメティックがもらえるよという感じですね。第2週はバーバリアンのコスメティック2種類がもらえると。いうような感じですね。こちらが10月の16日から10月の23日までの1週間というような形ですね。第3週はローグ。ローグのコスメティックがまあ2種類もらえるという感じですね。10月の23日から10月の30日までという感じですね。はい。で、そうですね。基本的にこれあれですね。3時間見ないといけないので、3時間で上の報酬がもらえて、さらに3時間で、下の報酬がもらえるって感じなんで、合計で6時間、まあ、視聴する必要があるんだけど、3時間見終わったら、まずこの上の報酬の受け取りを押してもらって、で、その後の3時間を視聴したら、この、下の方の報酬の受け取りっていうのをしっかりやってもらうっていうのが割と大事になってきますね。はい。で、そうですね。第4週はドルイド、のコスメティックというような感じで、まあ、3時間視聴で、背中のね、コスメティック、そして3時間視聴して武器のコスメティックがゲットできるという感じですね。10月の30日から11月の6日の1週間というような感じになるので、まあ、毎週ね、3時間ずつ、6時間ずつ視聴っていうので結構大変かなとは思うんですけども、まあね、ツイッチ配信も結構こうしっかりとした、攻略解説とかしてくれてる。まあ、海外の方が中心にはなりますけど、チャンネルもありますので、ぜひね、視聴してみてほしいなと思います。で、さらに、先ほどお話ししてたストリーマーのサポートというところで、10月の9日から11月の6日まで、まあ、各ストリーマーのチャンネルで、いずれかのティアのツイッチサブ、チャンネルサブスクエス、リ
サブスクを購入またギフトを送ってストリーマーをサポートすると、まあこちらの馬の子馬自体と、あと、馬の蒸気ですね。馬の鎧ですね。の方がゲットできるというような感じになってます。なのでね、こちらに関しては、なんていうか、ツイッチチャンネルサブスクの購入か、ギフトっていうね、有料の部分が入ってきますので、なのでね、まあ、気に入った配信者がいたら、さらに支援してね、ご自身もこのコスメティックの方もゲットしてみてほしいなと思います。はい。ということで、ツイッチドロップスを受け取るにはいずれかのエディションでディアブロ4や、ゾウの器を所有している必要がありますかということで、なんていうかな、これからディアブロ買おうと思っている人向けの話になってくるんですけども、いずれかのエディションのディアブロ4や、ゾウの器を持ってなくても視聴時間のカウントを進めて、事前にツイッチのドロップスもらっとくことができるよという感じですね。で、バトルネットとツイッチアカウントを接続する方法について教えてくださいということで、ここを押してくださいって書いてあるんですけど、一番ね、もうすでにこの連携方法についてはね、画面を、載せたね、詳しい動画ありますので、そのリンクもね、概要欄貼っとくので、今回の説明でわからないっていう人はそちらの詳しい解説動画も見ていただいたらいいと思うんですけども、簡単な方法としてはですね、まずね、この、なんていうか、記事の URL もこの概要欄に貼ってあるんで、この記事に飛んでもらって、で、この右上のところにログインボタンってあるんで、この、なんていうかな、ちょっと今ブラウザがあれかな。こんな感じで、右上のところにログインボタンあるんでね。あ、ここで、ログインしてもらうって感じですね。で、まず、バトルネットの、ログインをしてもらって、さらにですね、ツイッチの方、もですね、アカウント作っていただくと、こんな感じでね、自分のね、チャンネルというかアカウント作ることができるんで、まあ、ここ行ってもらうというような感じですね。なので、バトルネットのサイトと、こちらの、ツイッチにログインした状態にして、さっきのこの下のところのリンクですね。この、連携の方法みたいなところのリンクを押してもらうと、もう即ね、連携しますかっていうボタンが出てきて、連携ができますので、ね。なので、まあ、アカウント作って、まあ、この今、表示してるね、2つのサイトに、ログインすれば、まあ、ゲットできるかなと思いますので。なのでね、まあ、基本こう2つサイトログインして、連携ボタンを押すだけというような感じですね。で、ドロップスの獲得受け取りに使えるデバイスの種類はということで、PC か Mac のウェブブラウザ及び Android、iOS の Twitch モバイルアプリでドロップスの獲得と受け取りを行えるということで、一点注意点として家庭用ゲーム機とか、スマートテレビの Twitch アプリなんかではドロップスがね、獲得できないというような感じになってるんで、そこ注意が必要という感じですね。で、ドロップスを獲得するには目標の時間に到達するまで同じチャンネルを視聴し続けなければいけませんかということなんですけども、これに関してはね、チャンネルを切り替えても構わないということですね。なので、例えばあるチャンネルを30分間視聴してから別のチャンネルに切り替えたとしても視聴時間を失われないという感じになっているので、なのでね、最初のうちはちょっと攻略情報を見たいからウドジョさんのチャンネルを見て、その後ね、まあ可愛いお姉さんがね、キャーキャー言ってるチャンネル見てえな、みたいな方もいらっしゃると思うんで、なので、1時間ウドジョさんのしっかりとしたむちゃくちゃ解説のね、配信見てから2時間、お姉ちゃんのチャンネル見たとしても大丈夫というような感じになってます。はい。で、ツイッチドロップスの報酬はゲーム内で自動的に受け取りますか。これはね、ドロップスで視聴しているチャンネルか、ツイッチのドロップスインベントリーメニューで受け取る必要があります。これもね、ちゃんと言っておきます。ツイッチドロップスの報酬には有効期限がありますかということで、獲得したツイッチのドロップスは、バトルネットのアカウントが接続されていなかった場合、受け取りから7日間で、期限切れになります。これ何言ってるかというと、さっきの連携をしてなかった場合ね、このツイッチの方でドロップスだけ取っといて、で、このバトルネットとの連携ができてないと、ダメなんで、なので、7日間だけ有効だよと。ストリーマーの場合、自分のチャンネルでツイッチドロップスを有効にするにはどうしたらいいですかということで、ツイッチと、あ、これあれですね。私向けの話だわ。まあ、配信してる人なんかは、このツイッチドロップスの有効化の申請なんかもできるようになってるよ、という感じですね。はい。で、そうですね。サブスクの登録とか、ここら辺は、まあ、
やる方だけ見てもらえればいいかなと思いますね。あとですね、プレイステーション4とか5でプレイしている方は、さらにですね、バトルネットのアカウントを、プレイステーションに、紐付けるという、バトルネットと、プレイステーションアカウントの連携付けの方法っていうのがあるんですけど、それに関してもね、専用の動画ありますので、まあ、もしやり方わからないという方いればね、そちら、の動画もね、概要欄から見ていただけたらなと思います。で、視聴するにあたっての注意点なんですけども、基本的にですね、この、ツイッチのこのメニューのところ行ってもらって、まあ、こんな感じでトップ画面出てるわけなんですけども、この右上のところのね、ボタンを押してもらって、ちょっと見にくいかもしれないですけど、右のところにね、このドロップス&報酬っていうのがあるんで、なのでね、10月の9日の2時以降になったら、ここのね、ドロップス&報酬のとこを押してもらってですね。で、この中の全キャンペーンっていうところに、今そのドロップス、まあ、つまり無料でなんか配布してる、ゲームがあるかどうかっていうのを選ぶことができるんですけど、まあ、ここでね、ディアブロ4のタイトルを探してもらって、で、そこをクリックしてもらうっていうのがいいかなと思いますね。まあ、黒い砂漠とかあるんですけど、今ね、ちょうどディアブロ4は、まあ、まさに、なんていうか、まだキャンペーン始まってないんで出てこないんですけど、まあ、当日になればここにディアブロ4のものがあるんで、そこを行ってもらえれば、ディアブロ4のドロップスがね、有効になってるチャンネルに飛ぶことができるんで、そこで進めてもらうっていう感じですね。で、今何時間視聴したかどうかなんかに関しては、こちらのね、こっちかな、通知のところでね、見ることができるような感じになってるので、あ、違うな。ここですね。ドロップス報酬のところのボタンのところに進行ゲージみたいのが出てて、今3時間のうちの、何時間見てるのかとか、何分見てるのかっていうのが見れるようになってるんでね。なので、まあ3時間、まあ一つの配信でもいいですし、他の配信でもいいんですけども、とにかく大事なのがこのね、ドロップス、ツイッチドロップスっていうタグがあるんですけど、それがね、有効になってるってことが大事になってきて、ついてるかついてないかの判断は、ここのね、ドロップス報酬のところの、ドロップスキャンペーンのところからね、クリックしていく、配信を見てれば大丈夫かなと思いますので。まあ、なんだろうな、タグの欄のところにドロップス有効、ドロップス報酬みたいなのが書いてあれば大丈夫と、いうような感じですね。まあ、たまにこう関連のね、配信とか、選ぶことができるんですけど、そういうところ飛んでっちゃうと、そもそもドロップスのキャンペーンに対応してないチャンネルとかに飛んじゃう可能性があるんで、なのでね、必ず今見てる、配信が、ドロップスが有効になってるかどうかっていうのはね、逐一確認してもらう必要があるかなという感じですね。まあ、4週間ね、週替わりで、まあ、無料のコスメティックゲットできるようになってますので、まあ、ちょっと連携のところとかめんどくさいかなと思ったかもしれませんが、まあ、ツイッチのアカウントを作って、あとバトルネットの、サイトログインして、まあ、両方紐付けるだけなんでね、やってみると、5分ぐらいで、連携の方はできちゃうかなと思いますので、ぜひやってみてほしいなと思います。はい、今回も動画を見てくださってありがとうございました。まあね、今回のツイッチのアカウントの連携方法と、あとね、プレイステーション版でプレイしている方向けのね、プレイステーションアカウントの連携方法については概要欄にリンク貼っておきますので、本当に詳しい、内容を一から見たいという方はそちらのね、動画も合わせてチェックしていただけたらなと思います。はい。まあ私もね、すべてのコスメティックゲットを目指してね、まあツイッチの配信も見ていきたいなと。割とね、いろいろと、普段ね、マックスロールとかで、見るね、攻略者たちのね、実際のこうトークとかそういうのを見れたりとかするので楽しいと思いますし。あとね、まあ、美しいお姉様の配信者とかも結構いらっしゃったりするんで、まあそこら辺も楽しめるところかなと思いますね。はい。それでは、まあ私自身もね、10月の8日から、象の器の配信の方をやっていきますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。それでは、またね、10月8日にお会いできるのを楽しみにしてます。哲学徒でした。